スーパーマリオメーカーやっていきましょう。中までたっぷりちはやです。これクリアできる？最初からしゃがんだままだとダメ。じゃあ何もしない、勝手にしゃがむ。じゃあ右に走ってみる。ダメ。じゃあ左に走ってみる。ダメ。じゃあ直前でジャンプしてみる。できなかった。ほっ、ダメ。スピンじゃダメ。じゃあ通常ジャンプはダメ。あと何できる？あとマリオができることって何？1マスじゃ壁キックできないもんね。ヒップドロップ、いや1マスじゃヒップドロップできねえか。あと何ができる？マリオのできる行為って何よ。この人さ、ジャンプして踏むくらいしかできないでしょ。ひでえ言われるような。この人あと何ができる？和むな、おい。和むな。これすげえな。左上。うわっ、うわー、なんで？オッケー、抜けた。これは結構、タイミングがシビアなんじゃないかな。多分だけどね。多分相当タイミングがシビアなんでしょうね。これはすげえわ。そしてあのコメント欄めっちゃ和みました。和みました。ありがとうございました。ちょ待って、キープラインやろうと思ったのに。キノコの谷のアスレチック、これ多分あれですね、製品版にありそうな感じのステージを作ったんでしょうね。マリオくんだっけ？食らった。こいつは持てない。踏んでいく。あー、パフ。あ、同じミスするとこだった。危ねえ。はい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 、オッケー。中間ありましたね。あ、うん、マリオくんだね。あぶね、助かった。上にも行ける。下にも行けた。とりあえずドア入って。あー、同じミスした。同じミス多いな。お、ゴールだった。イエーイ。なるほどね。じゃあこれで遊んでみましょう。クリア率高え。難しいなのに。出発、土管ロケット。どういうこと？あ、入れる。なんか謎解きっぽい雰囲気？なんもできねえ、なんもできねえよ。じゃあこれは？ボム兵が、キノコが、とりあえず上上がってってみましょうか。なんかあるかな？積んでますね。いけませんね。ここでもない。とすると、右上に進み、入ってみる。真ん中は入れます。入れま、動けませんね。これもダメ。これは？これ入れました。出発、土管ロケット、ボム兵が導火線でビャーンっていく感じだよね、多分ね。これもまたどれも入れませんよね。キノコがなんか確保してこないと先に進めないですね。これは？ここがキノコか。これダメですね。またなんかルートなさそうな気するけど。
あ、今回ある。ここルートできてるよね。ほら。お、ついに部屋発見。やっぱり一番最後なんだな。キノコ取って入れません。でもできることがこれで増えたんじゃない。ボム兵ちゃんは持ってこれるよね。ここにボム兵ちゃん持ってきて、これ、あ、自分で壊せるね。ボム兵ちゃん持ってきて、でもパックンが邪魔。ドアに入れば多分正解だね。あ、ボム兵ちゃん確保しやすいようにしようか。あれ？しゃがんだ方がいい？待ってね。これ壊して、こうの方が多分行きやすいかなと。むず。はい。OK。ほい。本当にでっかくなると操作性が。あ、聞こう？メタ、OK。キノコ取って、これで戻って、で、入って帰ってきたら、またボム兵を確保できるはず。すぐね。結構時間あるから大丈夫。下を行き、オッケー。これで上に行けた。なんかありますね。あ、なんか飛んでますね。あ、これ。そっか、それはできねえのか。Pか。ん？一回で壊れないよな。あ、壊れるか。タウ出てくるかな。ダメだね。パウ出てこないっすね。パウ見つけてこないとな。あと行ってない部屋ってあったっけ？そっか。一マス判定になるのか。これか。これ履いてると。それありがてえ仕様ですね。こう行って。はい、この音符がパウで、違う、ボムヘだ。するとパウが上から、ん、あ、そうなったか。オッケーオッケー、これでなんとかなる。で、このブーツも必要ですね。ガリガリなんで。よっしゃー、やっといけたね。そうか、パウじゃなくて上に上げるスタイルか。上上げスタイル。よいしょ。やったー、やっと進めた。お？あ、なんか導火線に火がついた的な。え、まだ続くの？あ、これはあれだね。こう、あ、そうか、いいんだ。こうだ。Pスイッチの効果で入れなかった。まだ続くんだ。これにノリーの上にキーの、うわ、あ、メットかぶってたから頭が守られた、杖。この土管に入ると、でででで、これはどうしようもねえっすな。行くぜ、ぬるりと。もうクリアしたいんだぜ、ぬるりと。届け、オッケー。やったー、やっとクリアだー。お疲れ様でした。長かった。全然土管でハッスルできなかったけど、お疲れ様でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をお済みでない方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。
ではまた別の動画でお会いしましょう。アディオスアミーゴー。